大崎城は鳥取県鳥取市ケタカ町奥沢見に存在した日本の城。大崎城は標高94メートルの日本海に突き出た尾根の上部に位置している。現在は鳥取市になっているが合併前においてはケタカ群ケタカ町と鳥取市の境に位置し、城の大手は鳥取市南西部の各はケタカ町と分断されていた。 現存している遺構は車、土類、石垣、堀切りがある。上部に存在する主角は、東西35メートル、南北19メートルの広さを持ち、主角から東の大手にかけては、海岸上に車が連なっている。主角南西方向にも車群が存在し、上域は広範囲に及ぶ。このように多くの遺構を良好に保存するが、史跡としての整備はされておらず。 周辺の工作地の放棄もあり、途上道は草木に覆われて、途上は困難となっている。文献上の所見は、天文13年まで遡る。陰徳太平記によれば、同年4月の天子春久の稲葉侵攻の際、大崎城は、半天子の拠点であったというが3万の大軍に、恐れをなし、攻略されたという。ただし、この時の城主が誰であるかは不明である。 稲葉氏によると、天正9年の橋場秀吉の鳥取城攻めの際、大崎城には、といと左衛門が城主としてこもっていたというが、他に傍証となる資料がないため定かではない。一方、陰徳太平記には、鳥取城攻めの際の城主として他校備前史工事が、記されている。加えて、近隣の桁田郡内にある、勝山城も工事が、宮吉城は、 多公公家がこれを干渉しており、大崎城も、伝光一族が守っていたと考えることもできる。鳥取城攻めの際には、毛利法の城として、とまり、勝山城と共に攻撃目標に挙げられていた。同年9月には、松井康行の水軍によって、城の山下が焼き払われているが、この時は落城までには至らなかった。ただし、同年中には秀吉によって開城させられている。 天正10年2月14日未明、吉川教委への功用に報いるとして、稲葉国へ進行した吉川元春は、杉原氏率いる1500の軍勢を大崎城へ差し向けた。当時、大崎城は、木下民部大輔ら稲葉国人衆804名が守っていたが、不意をつかれた木下白根勢軍は、総崩れとなり、464名が討ち取られ、 柴田たく間に落城した。以降、大崎城に関する記述は見えず間もなく、廃城したと考えられている。ありがとうございます。